さあやってまいりましょうか。バイオハザード8。続きましてはパート12になるのかな。で前回はあそこの池湖かにモロね新記録が現れて、ガチャガチャやっているというところですね。で、まあ、そのモロをね倒すべくっていうところだったんですけど、まあね、どう見ても僕からするとジャバザハット&ヨーダの、まあ、融合体みたいなね、体はヨーダ、見た目はなんだっけ、ジャバザハットっていう感じがしてならないっていうところですけどね。お、調べる。どうもクランカー型来てるようだ。壊れちまったら我が湖の反対側の2号機まで取り替えを取りに行ってくれ。1号機で2号機があるとかね。お、チキンちゃん早速ですが、お命ちょうだい、お命ちょうだい。OK 拾う拾う。あれなんか3体まとめていけちゃったみたいですね。開ける。結晶のかけら、はい。早速チキンちゃんが手に入りましたね。スクラップ A。この辺りは特になし。そういえばここの辺りのその地図云々っていうのはないっぽいね。うん、ハンタマ、うわー、これ湖の中にこうなんか落とされて戦うとかあるんじゃないの、バイオ4のレオンって。でもこれ、おっ、しゃが、しゃがしゃがしゃがねえ、うわー、でも汚ねえだろうな。うわー、なんかあそこを移動しながら戦う的な感じになるんじゃないですかね。古くなってるってことは、これ多分ポキンっていくんだろうね。いや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 、その角度で折れる？Seriously？ ああ、Seriously？ うん、マジなんだよね。特にない。じゃあ行くしかないよね。いえ、そう折れるのかよ。そう、なんのための、まあまあいいけどさ。どう？ほい。ああ、なるほどね。なるほど。壊していかなくちゃいけない感じになるかな。ハンドガン、あ、こいつらのこの魚とか全部使えたりだけ、さすがにこれ食ったら腹壊しそうですよね。ほいほい、おー、これもしかしたら魚の餌はごめんだ、結局魚を餌にしたいもんね。ほうほう、すげえ泳いでんな。これ今から撃って倒せたりとかしないのかね。持ち前、あれいけない、戻れ、え、嘘、なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。これじゃあタイミングよく行かないと食われるし、しかも行き止まりに行っても食われるし、きつ。めっちゃ慎重に行かなくちゃいけない。警戒しながら行くか。すごい。これはまあなんかこうなるから気をつけてね。チュートリアルなんだな。こっちは外れ道だから。行かなきゃいけないけど、今行ったら食われる。 OK、 こっち行けない、あれ、あれどこ行ったらいいんだ、あれ行けないじゃん、壊すところがあるのか。え？裏ついてるよね。え、わかんねえや。あ、こっち行かなきゃいけないのかな。なんかある？こっちか。うお、これ。
送り。あったあったあった。すぐ送れ。もう違う。え？もうめんどくせー。またかよ。うわー、なんかこうなんて言うんだろうな、なんか。ある種キューティー的な感じじゃん、これって。そっか、ここから壊せるのが分かってんだな。さっさとやったことですね。ほい。なるほど。キューティーみたいな感じで、こう、なんか、実力じゃないところでやられるっていうのが悔しいとこっすね。ボス戦でなんかやられるとかだったら自分の腕次第だって気がするけど、これそうじゃないもんね。これ今向かってきてるから一旦待つ。とか目玉めっちゃあるな。水辺でなんかデルラゴっていうよりは、バイオ4に出てきたデルラゴというよりはどちらかというとあれっぽいね。アービス、バイオ5に出てきたアービングって感じするね。これはいけないのかな。中にはなし、すげえ騒がしいじゃん。何？ああ、押せる。ぬぅぅ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 ぅにしても久々に死んだな。久々に死んで、デスカウンターがドミトレスク以来だから上がります。ドミトレスク以来なので、こっち上がれば、なるほど。これなんか素早く引かないと終わっちゃうタイプ、終わっちゃう系ですね。マグナム、マグナム、マグナムまだ持ってないけど、これ登れるところは特にない。どうしたらいい。黄色ラストだけど、黄色は多分長持ちする。黄色、あれ、あ、しまった。なるほど、分かった分かった。やって、結構タイミングシビアだな。これでまた落ちたら終わるでしょ。また向かってきてる。ほい、うわ、上めっちゃ飛んでんじゃん。おー、よかった、勢いでいかなくて。これ多分突き落とされてたよね。俺が一番だ。まあ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 、ママがそんな姿で舞してくれるのであればね。やばいやばい、これ急ぎ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 、あぶね。え、こっち。おお、息がいいな。お、次は絶対うまくやるよ。みんな結構失敗したのかな。あ、まあフラスコね、すでにイーザーに取られてる時点でも、まあまあ、これはね、残念ながら愛してもらえないですからね。うわー、海の生物って独特だよね。おー、独特だよね。スナイパーだね。あ、これはあれだ。直近登る。こっちは特にない。なんかこれ早く行かないと崩れちゃうみたいな、そういうオチがあったりするのかな。調べて、崩れちゃう。おお、上がってきた。 Caught myself a big one。 おお、これはあれだね。ここから出ないと。このタイミングで塞がないでくださいよ。すぐ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 す
6回くらい攻撃食らったら終わるんじゃない。あれ、おっぶれ、おー、ギリギリでしたね。フライングダッチマンゴー、ギリギリ。これは上、あー、なるほど、もったいない、もったいない。おっ、おっ、リロードする前に、ちなみに今日のお供はなんか IC スパークっていう新しい強炭酸のお水ですね。めっちゃ丁寧に入れたのに、あのコップに、コップが半分以上シンプルにビビって声が出なかった。これをまたあれ、なんか 急がないとこのままでは登れない。あ、じゃあなんか回したら登れるようになるとか。急ぎ急ぎ急ぎ、ランク。なんで一回取った回します。くる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 。なるほどね、これでこのクランクでなんか2カ所村にあったよね。登る。なんかこれすげえ攻撃受けてない。こんななんか木造建てだったらなんか一瞬で終わりそうだよね。動かす。おいさ、それあんたそれどっから持ってきたの。おお、なんか下手なアクション、なんか下手なアトラクションよりも楽しい。てか声ちょっと落ち着いたね。クランク、くる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 。これでどうなる。オッケー。オッケー。ごめん、何がオッケー ？What オッケー？電気が通ったってこと？ってこと、これ戻ってなんかパネルあったやつをやるっていう感じかな。敵が全然出てこないね。まあありがたいんだけどね。まあ2回死んじゃってるんだけどさ。調べる。ああ、なるほどね。赤、白、青、水色、赤、いけない。で、下が黒。黒ない？だけど。ん？調べる。ああ、あ、ん？ん？ちょっと待って。平行移動ができない。平行移動ができない。こういうこと？ちょっと待って、操作がうまくいかないんだよね。あ、まあまあまあ、まあ、意味は分かった、意味は分かった。だから、ここが赤で、ここは白、ここは水色で白で向きが違ってたんで、で水色ここは赤だ。 OK、 ここ電気通ったので放水のお時間でございます。さらばもろう。気持ちいい。さて、固定の脱出を目指すということでね。うん、じゃあこれでいいでしょう。おお、でも来た、俺の大事なことをよくも。これでボス終わりなんじゃない？ちょっと戦わないでもいいでしょう。どっか行ったね。OK。じゃあこれで第3ステージクリアってことですかね。うわぁ、めっちゃヌメヌメしてそう。デイビー・ジョーンズとかこういう中好きそうだよね。で、なんかタコツボとかいっぱいで、タコツボじゃねえや、なんかこういう岩の亀の手とかさ、そういうのがいっぱい出来上がってさ。調べる。10月1日晴れ、ミランダ様にお願いして村人5人連れてきてもらった。薬で眠らせてカドゥをお腹に植え付けた。早くこいつらの中でカドゥが成長するのが楽しみだ。2日曇り、朝になって4人は死んでた。1人はライカになりかけてたから山の上の実験所に送った。また失敗だ。お母様が欲しいのはもっと強い器なのに、もっといっぱい村人を送ってもらわないと。ほう、マガジン M1、 これだね。なるほどね。大丈夫なのか。
セーブされてるね、なんかね。押します。で、固定の落ちてる。おお、ちょ、なんか出てきたよ。おお、完全に見た目あれじゃん。あ、なんかアイテム。俺でも、だね。俺は車なんかじゃない。確かに、素早いですね。素早いのは分かったけど、おろろ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 ろ。でもなんか、うわ、来てる。ドラム缶持って。逃げるなよ。朝に逃げるんですよ。おい、ほら、ほら、あっしょ。あ、このフランカじゃねえ、なんかこれがある。俺を愛してくれるお母さん、愛されたけど、まだ見たねえから。よく行って、まだある。違うよ、何してんの。あ、これで、ロングマガジンをつければ、OK。お前がいるせいで、母さんが愛してくれないんだ。それはお前自身、なんか上登ってるよ。おー、なんか酸性かなんかですか。これ当たったらやばいとかだよね。アイテムない、溶けた。お前溶かしやがったの。めっちゃ赤いくなってんじゃん。あれ、あー、いけるね。なるほど、これで塞がれちゃうから。あれ、意味ないか。ちょっと待ってね。これ今ナイフをしてるべきじゃないの。こっちだな。ほい、よし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 。ほら、この野郎、俺だってこの野郎って言いたい。塞がれてる。ミランダ母さん、俺頑張るから。おお、あっちゃん、デブ、おデブちゃん、大丈夫？太ってる。デブ。おお、デブちゃん、ベース、痛い。返してやる。めっちゃいいさ、焦げてんじゃん。やば、期待なし。あ、やばい、また上登ってる。3分の1か。ちょっと待ってよ、これなんか、うわー、めっちゃ酸性。花火だぜ。あ、降りといて。こっち。あ、塞がれてんじゃん。やばい。それはまあ、見た目が汚いから。
もう一発くらいぶち込んどく。ジェジェショットカット。この野郎もう終わるでしょ。ほら終わった。なんか見た目のなんか今セル第二形態か。まあ地球を爆発させるほどの強さはなかったけど、モローの服の、ああ、なんか自動手に入れてくれるやつだ。最後まで汚い野郎だぜ。うん、汚い花火でしたね、本当に。バイバイみんなにはならずに済んだね。特に拾い忘れのアイテムはなさげかな。3箇所くらいアイテムだった。なんかむしろお釣りが来た感じ。ライフルも積極的に使っていった方がいいの。出口は先か。はい、まああっけなくなんか行けた感じでしたね。ただなんかイーさんめっちゃ焦げてたけど大丈夫、治ってる。だから何だったんだろう、あれやっぱ酸性か何かをこううえーって吐きかけてきてたのかな。鍵があるけど、これあれだよね、毒欲だから開けれないよ。こっち行ったら鍵があるのか。おカドゥ、これが今回のウイルスなのかな。これは生きるのか。あー、とりあえずショートカットをナイフに戻します。で、これ切ったら割れるのか。え、あ、一発だけ。あ、よかった。これ以上やってバリンって出てきてね、放出されたらあれだもんね。おい、死翼の大樹の鍵と部品を組み合わせた。あ、You're better off 出た。思ったよりやるな。Oh, come on. おいおい、We just met a while back. Not that it really matters. どうでもいいが。You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. お前はタフだ。I'll give you that. それは認めよう。But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at?I could lend you a hand. 俺が手を貸してもいい。Not trying to get on my good side? I don't get caught. 勘違いすんなよ。I'd kill you if you weren't worth the trouble. 取引だ。There's a stronghold. いいか、村の外れに砦がある。Go there. そこで俺の瓶を見つけろ。Do that. できたらお前を認めよ。First, get back to the graveyard. まずは墓地まで戻ってみな。Self-centered prick.こっちは特にないですかね。はい。しかしこの部屋で一体何を見つめてたのかね。調べる。ヴィランドお母様からローズの瓶を一つ預かった。みんな仲が悪いから自分だけ儀式の中身に外れにされると思っている。だから4人が一つずつローズを預かるってハイゼンベルクが言い出したんだ。みんな集まらないと儀式ができないように、お母様は好きにしろって。お母様が言ってた。ローズが器なんだって。器があればお母様は本当の子供を手に入れられる。ずっと前に死んじゃった女の子。でもそうしたら俺はどうなるんだろう。本当の子供じゃないから捨てられるのかな。そんなの嫌だ。嫌だ、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 じゃあ戻っていきましょうか。まあ、霧のいいところなんでね。ちょうどここ登ったところにセーブポイントもありますし、そこで1本切っていきたいと思います。で、クランクも手に入ったんで、2箇所ね、入れるところがあるから、次回パートはそこのスタートからやっていこうというふうに思います。でもなんか、本当の子供とかって言ってたよね。何で、なんか、クラウディア・ベネビエントとか言ってたけど、もしドナが本当の娘の一人で、で、その兄弟っていうか姉妹が、そのマザー・ミランダにとっての本当の子供で、早くに亡くなったから欲しいとか。いや、そんなでもなんかドナだけ特別視はしないよな。っていうことを考えたら、幼くに亡くなった自分の娘をなんか入れる器にローズをかっさらったという、まあそういうオチなんだろうな。ちょっとあれに似てるよね。リベツのアレックス・ウェスカーとナタリアみたいなね。はい。ということでね、本日3目の貴族、モローを倒しました。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。
はい、ではまた次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。